はい、どうもお疲れ様です。今日のメニューはこちら、ラーメンと具が逆のやつ。いや、これもどうかな。なんかはい、チャーシューメインのラーメンというか、麺の代わりにもやしを使っております。はい、ね、ラーメンがちょっとね、麺がちょっとトッピングになってて、もやしがメインと。と、まあ、麺はね、チャーシューをこうラーメンスープでいただくという分厚いね、このど厚いチャーシューをラーメンスープでいただくというコンセプトでございます。はい。ね、なんかこの、うまく伝わんない、こう、なんかね、二郎の逆みたいなやつ。うん、二郎の逆みたいなやつ。チャーシューをメインでいただきたい。ね、うん。ね、ちょっと、ね、ちょっとレアですけどね、僕はこれぐらいが好きです。はい。ちょっと、レアチャーシューですけど。これ一日ね、冷蔵庫置くとね、ギュッと閉まるんですけど、まあ、あれですね、まだちょっと、血の気が多いチャーシューでございます。僕はこれぐらいが好きです。そして、ラーメンスープ、ね。はい。チャーシューと生姜でたっぷり、なんかガラベースでね、ガラベースの醤油味でございますけども、生姜とチャーシューの切れ端で、さらに旨味を出しております。玉ねぎとひき肉も入ってるからね。はい。って感じ。これに、ね、ドバーッとかけて、いただきましょう。ね、はい。もう、今日ちょっとね、ラジオやりすぎて寝てないんで、あんまりね。うん。というわけで、ちょっと1個かけてみましょうか。はい。はい、こんな感じです。油、こってりの、ギドギド、スープです。うん。こんな感じ。まあ、実験的にやったんで、よう改良ですな。うん。まだ、ちょっとやってみたかったっていうのが先行してね。まあ、うまくいったかどうかは、結果は、神のみぞ知る。というわけで、はい、こんな感じでーす。はい。はい。というわけで、よかったらグッドボタンね。チャンネル登録よろしくね。こうチャレンジ精神買っていただきたい。というわけで、今日のくにくんもいない。ね。お疲れ様でした。またね。